東京から西へと向かう新幹線。出張帰りのサラリーマンの座席には缶チューハイの隣に横浜崎陽軒のシウマイ弁当、日本一売れている駅弁だ。関東の方行った時には買って帰るみたいな、で新幹線で食べるとか。シウマイ弁当を駅の中で買えるのは東京と神奈川県内に限られる。だからこそ関西からの出張族には人気がある。そんな関東限定の駅弁が初めて関ヶ原を越え関西にお目見えした。兵庫県の姫路駅、先月下旬販売の初日には行列ができた。明治21年以来姫路駅で駅弁販売を続けるまねき食品。去年2月以降コロナの感染拡大で売り上げが7割も減る苦境に陥った。このため話題になる新たな駅弁を作ろうと考えて、あのシウマイ弁当の崎陽軒にお願いをした。関東でしか手に入らないこの駅弁を作らせてほしいと。崎陽軒はですね、ナショナルブランドを目指さず真に優れたローカルブランドを目指しております。どこでも買える商品ではなく、神奈川や東京にお越しいただけなければ味わえない横浜の美味しさをですね、皆様にお届けさせていただきたいと考えておるからです。そんな社のポリシーを封印し、崎陽軒は業界の活性化になればと同業のまねき食品の要望を引き受けた。ただし3つの条件を提示した。まず、折り箱は天然の木、経木を使うこと。そして蓋の裏側に米粒がつく硬さに米を炊くこと。さらに価格は1000円を超えないこと。このハードルは高かったが、社長様の OK のお話の声をいただいたときはもう本当に嬉しくて、役員とも一緒にもうハイタッチしました。ただしシウマイだけは崎陽軒が作って姫路へ送る。そのレシピは門外不出なのだ。朝5時仕込みが始まる。崎陽軒は関西での販売を意識してシウマイはカツオと昆布の出汁を効かせたという。その日の分を100度で一気に蒸し上げる。今度は15度で冷ます。弁当として美味しく食べるために必要な工程だ。他のおかずも同じラインナップだが、まねき食品が関西風にアレンジしている。かくして崎陽軒とまねき食品がコラボした関西シウマイ弁当が出来上がった。本家の崎陽軒の蓋は龍がシンボル。関西版は崎陽軒の提案で虎になった。11月下旬の発売当初は1日100個だったが、連日売り切れ、今は200個に増やした。東京の方で仕事してた時に崎陽軒のシウマイ弁当ずっと買ってたので、久しぶりに食べたくなって、はい、買いに来ました。加古川にいる息子に会いに土産を持って横浜からやってきた女性。新横浜の駅でシウマイ弁当を1個とあとチャーハン弁当とか買ってきて、ここに降りたらびっくりしました。コラボしてますね。今はこれ買ったんですけど、あとこれが本家です。これが本家です、はい、ありがとうございます。せっかくなんで我々のです。コロナ禍の苦境から生まれたともいえる名物弁当。駅弁業界は今新しい動きを起こしつつある。